新ステ勝ち気空港の小ネタまとめ。小ネタなので実用性は知らん。まずはイカジャンプで渡れるところまとめ。自分左ルート、そこのプロペラ動かせば反対側も行けます。ここもジャンプで渡れます。ここの初動の後衛なんかは使えるかも。ちなみにここもわざわざ壁を塗らなくても手前ブロックから行けます。またこの柱の角、実は乗れます。矢倉なんかではもともと網がないので割と相手の意識外になりやすく、ワンチャン刺さるかも。問題は矛です。まずは矛ルート、基本的にこの2つだと思いますが、実はこの壁からイカロールでショートカットが可能。これ相手が知らなかったらマジで強いです。そして本来関門を越えないとプロペラが出なくて敵陣地に攻め込めないんですが、実は矛台座から侵入できちゃいます。難しそうに見えますが慣れれば余裕。そして散歩モード限定のバケです。一度ゴールしてからプロペラを上げて関門に矛を置こうとすると、可愛いバグり方をします。ちなみに発見者も X でバズらせたのもボケです。色不足。